はい、皆さん、こんばんは。それでは、今回も、フットサルチャンネルということで、今回は、実技は教えません。じゃあ何をやるのかというと、対談でもありません。何をやるかというと、橋本選手の一番うまいカットインシュートです。それをお見せしたいなと思います。ちなみにこのカットインシュートは多分おそらく日本一うまいですよね。いやそれは言い過ぎですね。カットインシュートだけでしたら、いやあんなシュート打てます？いや僕の中で八木選手とか、八木選手もうまいですね。うまいですね。西谷選手とかも結構うまかったりとか、まあオーシャンズの選手ばっかになっちゃいますけど、まあ、うまい選手もいます。そうですけど、でもほぼトップクラスですよね、日本で。いやでもそう言っていただけるなら嬉しいです。そんなカットインシュートをまずお見せしたいなと思います。で、まあ、後日、実際カットインシュートをどうやって打つのっていうところで、まあ、そこの、切り方っていうのは、まあ、お伝えしますけど、まずは最高の演技っていうところで、演技じゃないですね、最高の、技術っていうのを皆さんに、お見せしてみたいなというところで、まあ、実際キーパーありでっていうところで、見たいと思いますので、ぜひ皆さん、最高のカットインシュートを、楽しみにご覧ください。それではよろしくお願いします。はい。緊張してる？先生面白いです。確かに。確かに。お疲れ様でした、橋本選手。あれっす。いや、うまいっすね。いやいや、あれを打たれたら、正直、止めれないっすよね。いや、どうなんですかね。どうでした、オーシャンズの時。あれ、あのシュート打って止めてました、篠田選手は。コースによりますね。コースタイミング。で、シュートは多分敵がいるんで、はい、こうもうちょい、なんていうんですかね、キーパー止めづらいと思うんですけど。いやいや、あれは美しいシュートですよね。いやいや、実際どうでした、キーパーやってみて。めちゃくちゃ痛いし、ボール見えないっす。見えないっす。めちゃくちゃ速いっす。あれ多分実際に感じてるから分かるんですけど、あれは速すぎます。この距離でももう見えないっす。気づいたらもうゴール入ってます。今びっくりですよ。それは言い過ぎっすよね。いやということで、まあ、今回は、まあ、実際に、まあ、カットインシュートが本当にやっぱり橋本選手は美しかったんですよね。その、まあ、代表時代もそうですし、あのオーシャンズ時代もそうでしたし、だからこそ、まあ、今回カットインシュートっていうのを、かっこよさを見せて、見てもらいたいなっていうところで見てもらいました。で、まあ、今回は実際カットインシュートどうやってやるのっていうところは、まあ、これいきなりは難しいので、今後、他の、動画で、お伝えしていきたいなと思いますので、引き続き、動画を、見ていただければなと思います。それでは、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。